こんにちは、加谷玄太郎です。今日は日本とアメリカのライブハウスの違いという話題について話してみたいと思います。皆さんちょっと聞いたことあるかなと思うんですけど、実はアメリカのライブハウスってチケットノルマがないらしいとか、そういうのをなんか噂レベルで聞いたことある人もいるかと思います。僕も現地で活動していた時期があるわけじゃないので、本当に詳細なところまではわからないんですが、実際にアメリカでバンド活動されている方の話を聞くことができたので、その情報をもとに皆さんに情報を共有したいと思います。まずですね、ライブハウスってやっぱり一言で言っても、結構もちろんいろんな業態の店がアメリカにもあるということで、一概にこうであるっていう決まりがあるわけじゃないんですけど、それは日本と同じですよね。で、ただやっぱ大きく違う傾向みたいなやつはあって、まずですね、アメリカの方は、ライブハウスというよりは、なんかライブバーというか、なんかライブができるスペースのあるバーみたいなお店が結構いっぱいあるみたいなんですよね。で、そこにはもう毎日のように、いわゆるインディーズとかアマチュアのバンドが出て演奏したりとかしているということで、日本で言えばライブハウスに出演しているようなインディーズバンドの人たちが結構そういうライブバーみたいなところで演奏しているっていうのがまず結構いっぱいあるみたいなんですよ。で、そこでチケットノルマがかかってるのかって話なんですけど、大抵はかかってないそうです。それで、じゃあなんでチケットノルマかかってないのにお店が成り立つかっていうと、それは、飲食、お酒とか食べ物を出すことによって、お店としては成り立ってるから、それで OK っていうことになってると。で、なんで同じことが日本で成立しないのかなということを思っていろいろ聞いたんですけど、まずですね、そのアメリカにあるようなライブバーみたいなところっていうのは、日本のライブハウスに比べたら機材とかが相当しょぼいんですよ。なんか、例えばもう本当に、そもそも楽器とかアンプとかドラムとかにマイクが立ってなかったりとか、もうそのまま生音でやるだけだったりとか、モニタースピーカーがなかったりとか、あと照明もうただ本当に光がついてるだけで、キラキラした照明なんかなくて、みたいな。で、もう店自体の防音とかもちょっと甘くて、なんか外に全然音漏れちゃってるみたいなお店も結構多いんですよね。なので、そもそも音楽に関するそのステージを準備するっていうところにお店側がコストをかけてないんですよ、あんまり。なので、まずそこであんまり売り上げを立てなくても大丈夫っていう前提があると思います。で、出る側としてはね、もちろん機材がいい方がいいに決まってるんですけど、そういう場所にもうそもそも普段から出ているとですね、それが普通というか、機材なんてこんなもんでしょっていうふうに思ってるので、別に出る側としてもなんかそこが不満ってことはないみたいですね。で、お客さんの文化も結構違うみたいなんですよ。まず、バーっていうと、日本で言うとなんかすごいちょっとおしゃれな空間を楽しみに行って、静かに会話を楽しんで、お酒の味を楽しんでみたいなニュアンスに近いかもしれないですけど、アメリカの方々にしてみれば、なんか居酒屋、日本でいう居酒屋のニュアンスにちょっと近いような感じみたいなんですよね。仕事終わりに、ちょっと何人かでも飲みに行こうぜ、つってバー行くみたいな。っていうような感じで飲みに来るようなイメージらしいんですよ。で、飲んでると、なんとなく聞いたことないようなバンドがそこで演奏を始めると。で、始まっても別に、関係なく話盛り上がってたら全然喋ってるし、曲がいいなと思ったらなんかそれ聞いたり踊ってみたりするっていう、そこも自由な感じ。それもいろいろ違いますよね。日本のライブハウスだとなんかもうバンドが演奏してんだったらなんかおしゃべりしてるの失礼みたいな空気あったりするじゃないですか。じゃなくてもそこは自由に楽しもうぜっていう空気感がそこにあると。で、ここが面白いなと思ったんですけど、例えばそのバンドが好みじゃなかったりとか、もうそもそも下手くそとかだったらどうするのかなと思ったら、もうお店の人たち、その一杯飲み終わっても違う店に移動しちゃうらしいんですよ。もう要は近くに似たような店いっぱいあるから、そういうところに移動してまた飲み直すみたいなことを気軽にやっていくみたいなんですよね。で、逆にバンドの演奏が素晴らしかったりとか、好みだったりとかしたら、いいねいいねって思いながら、その店で何杯もお酒を飲み続けるということに、なんとなくなってるそうなんですよね。なので、お店としては要は、どんなね、チケットノルマとかかけてるわけでもないし、ブッキングをその力入れて頑張る必要はないんじゃないんだけど、でも、変なアーティストを出しちゃうと、お客さんは帰ってっちゃうんですよ。他の店に行っちゃうんです。だけど、いいアーティストをちゃんとブッキングすることができたら、お酒をその店で飲み続けてくれて、結果的にお店も売り上げが立つ。というような、アーティストとバンドの方が、いい協力関係を、築くことができている。っていうのが、アメリカの現状のようです。ねえ、なんか、ミュージシャンからすると、なんかいいな、そういう環境、別に機材しょぼくてもいいから、そういう環境で演奏できたらいいなとか思いますよね。僕はすごい思うんですけど、やっぱり考えてみると、いろいろとやっぱり根本的な文化の差っていうのがどうしてもあるなと思うんですよ。そもそも防音ちゃんとしなくて、音が路上に漏れ放題みたいな感じになってたら、日本だったらなんか、速攻苦情来る気がしますよね。特に都心だったら。なので、やっぱり、じゃあもう外に絶対音が漏れないように、しっかり工事をして防音しなきゃな、みたいな風になったりとか。なんかやっぱりそういう国民性だったりとか、あとは土地の狭さ、広さみたいなのも単純にあると思うんですけど、やっぱりそういうところが影響してるんだなっていうのを、感じました。なので、アメリカの真似をそのまますればいいと思いませんし、それで全て解決するという話ではないんですが、こう違いも結構面白いなと思いますし、僕はそのアメリカのそういう部分は素敵だなと、個人的には思いました。
まあ、日本で活動していくにあたっても、まあ、いろいろ調べると、ライブバーみたいなのは、まあ、あるはあるんですよ、結構。たくさん、居酒屋ほどたくさんはないですけど、あるんですよ。ありますし、まあ、あとはライブハウスっていう名前でも、まあ、結構狭かったりとかして、まあ、その代わりもうちはチケットノルマ一切取らずにやってますよ、みたいなスタイルだったりとか。まあ、要はそのアメリカのバーのスタイルにちょっと近いような業態で営業してるお店っていうのは、日本国内にも、まあ、あるので、まあ、ね、集客にあんまり自信がないなとか、まあ、駆け出しだからまずはライブ経験を積んでいくことを重視したいなって思うアーティストさんは、いきなりライブハウスでチケットノルマ、ね、10枚とか20枚とか払って出るじゃなくて、まあ、そういうライブバーとかノルマなしを歌ってるライブハウスに出演するところから始めてみるっていうのもいいかもしれません。というわけで、これからも音楽活動をぜひ頑張ってください。海保健太郎でした。またね。そうだ、チャンネル登録ボタンは押してますか？ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。